皆さんこんにちは、ハモンドオルガン奏者の土田晴信です。ご無沙汰しております。今回はリクエストにお答えして丸の内サディスティックのアドリブについて解説したいと思います。理論からアドリブの手法について解説しますので、ぜひ最後まで見ていってください。これからもジャズや音楽について役立つ情報をシェアしたり、ライブ配信なども引き続き行っていきますので、高評価チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。今回のコード進行についてはこちらにあります。丸の内サディスティックのコード進行は実は Just the Two of Us のコード進行とほぼ似ています。微妙に違うのでその辺も解説したいんですけれども、とりあえずこの1段目ですね、見てほしいんですけれども、この1段目の A フラットメジャー G7 C マイナー E フラット7、このループがだいたいコード進行になっています。キーは C マイナーです。 Just the Two of Us のコード進行はですね、この実は下にあります。この下のコード進行は Just the Two of Us です。 Just the Two of Us はですね、基本的にキーが F マイナーフラット4つです。で、今回の丸の内サディスティックは C マイナーなのでキーが違います。コード進行微妙に違うのでその辺も詳しく解説したいと思うんですけれども、まずは丸の内サディスティックを分析してみたいと思います。キーは C マイナー、そしてもちろん C マイナーなのでとりあえずこうしておきましょう。でもちろんその直前の G7 は5-7となって、この A フラットっていうのはこれダイアトニックコードなので、これは C マイナーの基本的に6メジャー7となりますね。でこの E フラット7っていうのはこれはセカンダリードミナントなので 5-7/6 とこうなりますね。それで6に続くと、まあ、このループですね、まあ、とりあえず書いていきましょう。このようになります。以前私がいろいろと解説した動画でセカンダリードミナント、ダイアトニックコードについての動画があるんですけれども、今回この話がわからない場合はぜひそちらを参考にしてみてください。まずは基本的に C マイナーのダイアトニックコードですねっていう感じで、この6番目 A フラットメジャーですね。それで5-7 G7 で一度に戻る。でこの E フラット7っていうのはノンダイアトニックコードですね。普通に言ったら E フラットメジャーなんですけど、ここは E フラット7ってなってるので、これはセカンダリードミナントで6に解決するというふうになります。いろんな方式があって、バークリー方式だったりその他の方式、私が勉強したのはアメリカの音大、いろいろたくさんあってコンサバタリーとかね、いっぱいあるんですけど、私が行った大学の3つでは同じシステムを採用してます。バークリー方式とは違います。まあ、日本はバークリー方式が定着してるんですけど、まあ、アメリカの音大に行ったら基本的にこのシステムを使います。マイナーで考えるからマイナーのダイアトニックコードになります。マイナーのもちろんダイアトニックコードで、このようにローマ数字で表すことができます。まあ、これが基本的な分析ですね。で当然ここはフラット9になったりします、もしテンションを入れるんだったらね。それはなぜかというと G7 は C マイナーに解決する、マイナーに解決するドミナントコードだから基本的にフラット9になる。もちろん例外ありますけど基本的にそうなります。スケールで考えていって積み重ねていけば結構わかりやすいと思います。で C マイナーだから、まあ、ハーモニックマイナーなんですけど、あフラット9だなって、まあもちろんオプションでシャープ9も使えるし、まあ、フラット13も使えますね。これはスケール上にあるからね。ということで詳しく解説するとこうなります。
Just the two of us も基本的に一緒です。ただキーが違うだけ。これは Fm7 で、それで同じようにこう6mj7 から始まって5-7になって、で1-7になって、まあもちろんここはね6mj7ってこういうふうに置けば分かりやすいんですけど、でこれで5-7 of 6 で、でここはですね2-5になってるから、まあ2のなって、まあこういう感じですね、2の、まあ、6と6の2-5ということですね。こういうふうになります。まあ微妙に違うのと、あとここが違うとこですね。これね結構大きいと思います。丸の内サディスティックは同じコード進行をずっとループしていて、最終的にエンディングの時にね Cm でポンと終わるんですけど、それまでずっとループしてたりするんですね。 Just the two of us はこの Fm で一回解決して、その後の次に行くセカンダリードミナントとかね、ドミナントコードで次に行くメジャーコードに行くやつがないんですよ。だからあまりそのループ感がちょっと違うっていうかね。ちょっと弾いてみましょう。こうやって弾くとずっとループしてる感じしますよね。実はこの方が難しいんですよ、アドリブするとき。終わりがない。でも Just the two of us ね、このやっぱねトニックコードになった時にこの次のコードにこう行かない、いわゆる5-7-6、まあ、このもしキーだったら Db7 に解決する Ab7 とかね、これがないわけですよね。だからそれによってこの Fm でこう落ち着くっていう感が強いんですよ。丸の内サディスティックは Cm があって、その後にまた Eb7 がすぐ来るから、だからずっとループしてる感じがするんですよね。実はアドリブするときにこれってストーリー展開作りにくいんですよ。 Just the two of us みたいにこうやって落ち着いて、その後またこう突然っていうか、まあ6にこうやって戻ったりすると、なんかこう展開が読みやすいっていうか、展開やりやすいっていうかね、ずっとループしてる感じと少し変わるんですよ。なのでこの辺が Just the two of us と丸の内サディスティックの違いだと私は思います。みんな同じように解釈したりしてる人が多いんですけど、もちろん確かに同じように解釈はできるんですけど、この微妙な差ってちょっと違うんですよね。あと2-5が入ってるか入ってないかでもちょっと微妙に感じが違います。例えば Just the two of us でやったら、っていう感じで落ち着いた感じしますよね。だけどこれがって言ったらずっとループしてるような感じになるんですよ。ちょっとリズムマシンでやってみましょうか。 Just the two of us の感じで Cm でやってみたいと思います。でこれだと落ち着いてる感じがします。じゃあちょっと丸の内サディスティックの曲でやってみたいと思います。こんな感じでループするように感じますよね。なのでこれがちょっと違うと思います。じゃあここで、まあ、スケールで考えていったら、これそんなに難しくないです。 Aフラットメジャーだったら普通にCマイナーの6番目で、 Cマイナーのねナチュラルマイナーから考えるとってこういう風になると、まあ一応リディアンっていう風になるんですけど、これねチョイスがいろいろあって細かくやると他にもチョイスあるんですよ。私だったら おそらく A フラットメジャーでやったりします。
なのでこの辺は人によってちょっと選択肢がいろいろ変わると思います。実はね、これってフレーズによって変わったりするんですよ。だからスケールから考えるのも大事なんだけれども、でもあくまでもフレーズだったりとか自分のアイディア優先、スケールをどうのこうのしてフレーズを作っていくとかじゃなくて、実際に弾くフレーズが、あ、まあこのスケールだったっていう、そういう感じですよね。だから例えばっていう風にやったら、まあこれねってやったらこれ A フラットメジャーですよね。だけどこれがなんかリディアンっぽくやりたいんだったらとか、なんかまあこういうのとかとか、まあいろいろあるんですけどとか、なんかこういう風にねやったりとか、いろんなやり方があるんで、まあこの辺はフレーズに左右されると思います。まあ私だったら A フラットメジャーでやったりします。で次 G7、 まあこういう感じでね、 C のハーモニックマイナーを G からやったスパニッシュフリジアン、まあ、フリジアンドミナントとか言ったりしますけど、まあハーモニックマイナーパーフェクトフィフスって言い方もあるんですけど、本当はパーフェクトフォースですね。これネイティブにも確認したんですけど、まあ私はそういうことで、スパニッシュフリジアンと言ったりします。ハーモニックマイナーの5度から始めたやつで、 C マイナー、まあ、C マイナー7、ナチュラルマイナーでもあるんですけど、これ私だったらドリアンとかにするかな。マイナーセブンスだったら、まあ、ドリアンにするとかね、そういうやり方があります。詳しく話すとそれだけで話が終わってしまうので、まあ、今回はそういうのを省略したいと思います。 E フラットセブン、これは簡単ですね。ミクソリディアン、それは A フラットに解決するからね、というふうに考えるとスケールはこれだけで完結します。でもじゃあアドリブをやるときにどうなるかっていうと、今度過去の動画を参考にしてほしいんですけれども、コードトーンでまずできる方法と、あとブルースでやる方法もあります。ちなみにコードトーンでやるとすごくシンプルなんですけど、おそらくこれずっとコードトーンでやってるとなかなか難しいと思います。私でもすごい難しいと思います。例えばなったりとか、まあ、今普通にやってるんですけど、ちょっと難しいかもしれないですね。でもコードトーンをとにかく捉えることは大事です。最初 A フラットメジャーで A フラットメジャーナインスですね。それで G7 フラットナイン、 C マイナーもちろんナインスまでで、 E フラットセブンナイスまでってなりますね。そうすると、今何やったかというと、これ実は2-5に分けてます。 B フラットマイナー7、 E フラット7ってやってます。これも過去の動画で2-5に分けるってやり方ですね。ずっとループするか実は結構難しいんですよ、こういうのって。でも今みたいにするとコードトーンでできますよね。で、過去の動画で少しコードトーンプラスアルファみたいなフレーズを紹介しました。いっぱいね、アドリブの動画のシリーズがあるので、ぜひチェックしてみてください。そうすると、例えばこういうとか、こういう5-3-2-1 みたいなフレーズとかね、あとクライミアリバーのフレーズとかね、こういうのあります。そういうのを使うと、っていう感じでね、こういう感じ、
感じね。もちろんこれでもできますね。ただこれでずっと言ってても結構厳しいかもしれません。でも数コーラスはこれでできると思います。で他の動画にもあるように私はブルースとかもね解説してるんですけど、ブルースのフレーズでどうやかっていうと、ブルースは C マイナー、まあ、これマイナーペンタトニックだけど、ブルーススケールだったら C のブルーススケール、これで実は一発でいきます。ちょっとやってみましょうか。 1, 2, 3, 4 で、こういうようなコード進行、Just the Two of Us もそうなんですけど、私はこういうようなアプローチの方が好きです。特にこういうようなコード進行は。そうすると、なんかソウルフルに感じますよね。まあ私はそういうの大好きだからね。ブラックミュージックとか、まあ黒人の音楽とかね。そういうアプローチ。こういうソウルフルなアプローチの方が好きです。もちろんコードトーンでもできるけど、このようにブルースのアプローチでできます。シンプルなフレーズでね、こうやって。みたいな、こういう感じでコール&レスポンスみたいにもできますね、こうやって。全部今弾いてんのこのブルーススケール上でやってます。で大事なのが、前の動画でも説明したように、ブルースのスケールを適当にやってるわけじゃないです。これフレージングから全部来てます。例えばこういう感じで、どうやってこういうフレーズが出てくるかっていうと、私はめちゃくちゃいろんな先人、特にオルガンプレイヤーなんですけど、そういう人たちのフレーズからいっぱい取りました。チェスター・トンプソン、オルガニストのねフレーズとかね、こうやってっていうフレーズがあったとしたら、こうダバダバダバとかね、ジミー・スミスだったらこういうのとかあったりとかね。でチャールズ・アランド、オルガニストね、まあ、こんな感じで、これだけでもソロめちゃくちゃかっこよく撮れると思います。ブルースのランゲージでちょっとやってみたいと思います。
13のね、サニーのね、演奏であるんですけど、こういうように弾いてたりとかね、そうやっていろんな人からアイデア盗んだりしてます。これでいくと結構かっこいいようなね、まあ私はこういう演奏大好きなんですけど、ソウルフルな感じになると思います。もうちょっとやってみたいと思います。こういう感じになります。まあこれだけでもね、全然活かしたソロだと私は思うんですけど、まあこの辺はね、人の感性だから、皆さんがどう思うかは、まあ皆さん次第なんですけど、じゃあコードトーンと今みたいなやつを混ぜるとどうなるかっていうと、ちょっとやってみたいと思います。ちょっと最後の方にね、スケール的な、ちょっとビバップ的なアプローチなんですけど、もちろんビバップ的なアプローチでもいきます。まあこういう感じでね、ビバップ的なアプローチで、もちろん途中でブルースとかも入れました。こういう風にミックスすることもできます。ビバップ的なアプローチはもちろんいっぱいトランスクリプション、まあ財布ですね、財布で研究から財布、そして分析、それで自分のフレーズとして身につけるっていう感じで来てます。そのアドリブでももちろんできます。まあ大体ジャズの人がね、こういう曲やるときにはね、そういうアプローチが強いと思います。ずっと縦の関係、コードに沿ってのアドリブをするっていう感じですね。みたいな感じでね、こうやってですね、いろんなアプローチが取れると思います。
コードトーンでやる、ブルースでやる。で、まあブルースの方がおそらく初心者にとってはとっつきやすいかもしれないけど、大事なのはフレーズをやる。シンプルなフレーズでもちゃんとして成り立つので、隙間開けてね、シンプルなフレーズやってみるとこんな感じになります。で、私がこれ撮ったのは実はチャールズ・アランドからのフレーズなんですけど、まあこういうのとか、あと例えばもうちょっとね、ダバダバダバとかね、こういう風に感じで、まああと、まあ、これでもいいよね。大事なのは歌うこと。こういう感じで歌、それが大事ですね。でもちろんこうやってダバダバダダバ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 、こういうのも歌えるの大事なんだけれども、これはちょっとやっぱりいきなり難しいので、例えばダバうんダダ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 ダうんとか、まあこれぐらいだったね。うん、たぶ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 ん、ちょっと、私はそんなに歌うまくないけどね。うん、たぶ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 ん、とか、うん、たぶ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 ん、ちょっとこれは行き過ぎか。たぶん、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 こういう感じでね、コードトーンでやったりします。まあもちろんリズムが大事だからね、ダバドバとかね、まあドゥダドゥダでもいいけど、そういう感じでやったりします。ということで、まあこんな感じで丸の内サディスティックのアドリブができると思います。もちろん他にもアウトする方法だったりとかいろんな方法あるんですけど、まあ一応分かりやすいようにやると、コードでやる方法、ブルーススケールでやる方法、まあビバップでやる方法ね、まあ大体私はその3つが多かったりするんですけど、そういう感じでやったりします。ちょっと最後にいろいろ混ぜてやってみたいと思います。Thank you.
まあこうやってね、いろいろやれることがあると思います。一番難しいのはこれループしていくから、どのようにストーリー展開を作るかですね。でどのように歌うか、そんな感じだと思います。 Just the two of us だともうちょっとやりやすいと思います。やっぱ F マイナーでこうやって落ち着く感じがあるからね。まあそんな感じで、今まで私が上げた動画の中でいろんな手法を使うと、このように丸の内サディスティックも弾けます。まあもちろん時間はかかるんですけどね。でそれで、まあもちろんジャズの先人のアドリブだったりとか、ブルースとかソウルとかね、そういう音楽も聴くとね、こうペンタトニックとかブルーススケールで歌うやり方っていうのも身につくと思います。まあ長い時間はかかると思うんですけど、こんな感じで解釈してこの曲はできると思います。少しでも参考になったら幸いです。今回は丸の内サディスティックのアドリブについて詳しく、理論的な面からアプローチ的な面まで解説してみました。少しでもお役に立てれば幸いです。ということで、また次回の動画やライブ配信でお会いしましょう。